I play with the guap. Ayy, that cat, I push it to stop. Ayy, they rats, I don't fuck with chop. Ayy, these niggas, they talk to. Got a 30 with a 10. If you keep trying to be tough, call a Ronnie for them pints, cause you know that he the plug.皆さんはプラグというヒップホップのサブジャンルを知っていますか？ヒップホップが好きな人なら一度はプラグを聞いたことがある人も多いかもしれません。プラグはどのようにして誕生し、ここまで発展することができたのでしょうか？今回はそんなヒップホップのサブジャンル、プラグについて説明していきたいと思います。まだ見怖いよ、見怖いよ、見怖い、見怖い。ダーミー That was it! ダーマザフッキンミー いやー何言われてるまずプラグとはハイハットのドラムパターンがトラップとは異なり、夢心地でのんびりとしていて雰囲気があり、宇宙的で軽やかでミニマルであると言われていますが、文面だけでは分かりにくい部分もあるので早速説明していきます。2013年頃にプロデューサーグループビートプラグズが結成され、メンバーはメキシコドロ、ストゥーピッドズール、コリーリンゴ、エースラット、ポロボーイビーツ、ビートプラグ2で、彼らは様々なアーティストをプロデュースしており、その中にはプレイボーイカーティーがおり、2014年12月2日にスマッシュパート2をリリース。この曲はメキシコドロによってプロデュースされており、彼らは意気投合し、続けてチルフリースタイル、マニーカウンター、ブロークボーイなどといった他にも数々の曲でコラボしました。そして2015年12月12日にリッチ・ザ・キッド、プレイボーイ・カーティ、コダック・ブラックの曲プラグがリリース。この曲をメキシコドロがプロデュースしており、この曲によってジャンルプラグが一気に広まりました。ですが実際プレイボーイ・カーティはメキシコドロにお金を払ったことがなく、彼は無償でプロデュースしてもらうのが当たり前だと思っていました。メキシコドロも最初のうちは無償で彼のことをサポートしていたのですが、一切お金を払わないカーティに嫌気がさし、彼はプレイボーイ・カーティをプロデュースしなくなりました。またプレイボーイ・カーティも自分だけにビートを提供せず、他のラッパーにビートを提供していたという意味のわからない理由でメキシコドロのことをよく思っておらず、気がつくといつの間にか彼らの仲は崩壊してしまいました。メキシコドロはカーティとの関係が切れても止まることはなく、2016年9月27日にネビュー・キンザのガストアップをプロデュース。この曲はバイラルヒットとなり、間違いなくプラグは多くの人の耳に届き始めていました。2017年に入るとフレッド・サンタナはプラグドインやフレッド・クルガー2をリリースし、プラグドインをビートプラグズが主にプロデュースし、フレッド・クルガー2を主にビートプラグズのコリー・リンゴがプロデュースしました。ノリに乗っているフレッド・サンタナのおかげでプラグは次のレベルに引き上げられました。ですが2017年末にメキシコドロは逮捕され、2018年1月19日にノリに乗っていたフレッド・サンタナは亡くなり、徐々にプラグは落ち目になっていくんじゃないかと思われていましたが、この時点でプラグのビートに乗って曲を作るラッパーやプラグビートを作るプロデューサーはアンダーグラウンドに多く存在しており、ある時点でサリアルギャングというプロデューサーグループが大きな話題を集め始め、このグループには数々のプロデューサーが参加していますが、主に
主に知られているメンバーはロブサリアルやザンギャングで、ロブサリアルは2016年7月8日に将来マフィアがリリースしたテントーズをプロデュースしたことで徐々にプロデューサーとしての地位を確立し始め、2017年5月1日に TKA のマーダーシールアウトをプロデュースしたことで彼の名前が一気に広がり、彼はアンダーグラウンドで知られたプロデューサーとなりました。一方でザンギャングは2017年頃はプラグビートを作っていましたが、ある時点でサマーズやコリーリンゴなどと協力し、プラグの派生ジャンルであるプラグと R&B を混ぜたプラグ&B というジャンルに取り組み始め、彼はプラグ&B のパイオニアとなり、今では多くの人がプラグ&B を知っているでしょう。このプラグの動画が好評であれば、プラグ&B のストーリーについても動画を出すかもしれません。彼らの影響でその他にも数々のラッパーやプロデューサーがプラグに取り組み、確実にプラグはメインストリームに近づいていました。そんな中、2020年5月1日にドレイクがダークレーンデモテープをリリース。なんとこのプロジェクトに収録されていた From Florida with Love をメキシコドロがプロデュースし、歌詞では俺はメキシコとリンクした時プラグを見つけたと思ったとラップし、なんとメインストリームのトップがプラグビートに乗ってラップし、このため世界中の人がプラグについて知ることができました。さらに2021年にはキャッシュダミなどのノリに乗っているアンダーグラウンドのアーティストがプラグビートに乗ってラップをし始め、2021年2月12日にキャッシュダミがリリースしたレパレーションズで再びプラグがバイラルになり、スレイワールドのメンバーサマーズやオータムといったラッパーたちがプラグの派生ジャンルプラグ&B を流行らせ始め、この後もトニーシュノーといったラッパーたちがプラグビートに乗った曲が TikTok でバイラルになり、今でも廃れることなくプラグは多くのラッパーたちが使う音楽ジャンルとなり、数年の時を経てここまで有名なヒップホップのサブジャンルになりました。動画の最後に何曲かおすすめなプラグの曲を載せておきます。あなたの好きなプラグの曲は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。いかがだったでしょうか？今回はヒップホップのサブジャンルプラグについて説明しました。リクエストなどがあればコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございました。 You forgot all about me. Switched up for the clout. Tell these niggas get from around me. A little bit, why you drip? You ain't my bitch. I ain't drinking. I just lit. I did lit. Any bread? Bitch, I did this shit independent like a single mother of three. Hey, bitch, you lying if you say you wouldn't do the same shit if you was me. Hey, these bitches flex, and I heard these niggas flex, and I keep it whip. Dirty pistol on my dress. Ooh, why you so mad? Why you so mad? Wait, why you just hate? Oh, I get that money, I'm straight. I'm gonna write to the kick, I just bought me a race. My wrist is so rocking, my diamonds is shining. You say you get cash, but you lying. I'm flex with that trying, I'm smoking no dope. This shit got me high as a pilot. Let the car burn down, I still can't go. I ain't gon' stop till my niggas get on. Shout out my bitch, cause she back to the bone. I was doing the strap, I was cat in the hat. I put a bag out the bag. My. Young nigga with racks in the rough. Talk some shit up the stick, watch you fade away. Broad day, put you on TV. Trap going nuts, man, my trap going crazy. Selling cocaine like the motherfucking eight. Jumping, I got on all my jewelry. Then them boys so strapped, they some hooligan. She wanna show me love, she just be running off. Then running off with the sauce. Girl, you stole my heart when you showed up. Drop a Zan, drop a perk in my soda. Pull up with a stick, let it hit. Pull up with a stick, let it hit. She call me like Zan, do you want it? Oh, ay, I'ma throw these bands cause I want it, ay, yeah. Call me slime, I'll be for the next time. My friend, my best friend. Yeah, turn your back, you gonna get hit with the FM. Yeah,
block and we air it out. Yelling free on my niggas, just let them out. 30 clip hit a nigga for standing out. We finessing the plug, then we belling out. I know these niggas watch. I know these niggas fly. I know these niggas fly. Bad bitch, yeah, I treat her like she average. Cash shit, yeah, I'm all about.